日本埼玉県蓮田市綾瀬綾瀬は埼玉県蓮田市の町名。現行行政地名は綾瀬のみ。定番を持たない単独町名である。住居表示実施地区。郵便番号は349-0126。埼玉県東部で蓮田市南部の稲町との境界付近に位置する。綾瀬川と見沼大洋水に挟まれた区域である。東側で 見沼町と御前橋に、西側で稲町小室に、南側と北西側で、蓮田に隣接する。北西側で、埼玉県道3号埼玉栗橋線に、南側で、埼玉県道311号蓮田河野線に、接する。住居表示の実施により成立した。綾瀬川河川敷は市街化調整区域に指定されており、 それ以外は市街各域に指定されている。民間開発によって基盤整備がなされた住宅地となっており、生産緑地地区は存在しない。住宅地の地価は2020年1月1日の工事地価によれば、綾瀬2413番203の地点で10万3000円平方メートルとなっている。2020年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に鉄道は付設されていない。最寄り駅は宇都宮線蓮田駅であり、綾瀬2413番203の地点から約1トル離れている。ありがとうございます。